て、ここで明日の何曜日の担当の方を発表したいと思います。誰だと思いますか？予想は誰でしょう？正解は鈴木あやねさんです。ということで、宿題を鈴木あやねさんへ出させていただきます。皆さんはどうし何がいいですか？宿題そうですよね、私もちょっと何にしようと思って、なんだろう、すごく考えてたんですけど、写真集を出されるじゃないですか。だから写真集について少し、なんだろう、話していただきたいなって思って。何がいいですかね、写真集。写真集の、あ、見どころとか意気込みとかもありますね。何がいいですかね、なんだろう、写真集の裏話、印象に残った出来事とか、それこそ、舞台の話も聞きたい。どうしましょうね、どうしましょう、意気込み、写真集の見てほしいところ、タヒチでの思い出、どうしようかな、どうしましょうね。写真集の話まだ言ってない、裏話。確かに。じゃあ、鈴木彩音さんへ、じゃあ写真集の、写真集撮影、あ、誰に最初に見せた、どうしよう、本当にどうしよう写真集での裏話、印象、思い出、写真集での思い出のお話をしてください、していただきたいですで、大丈夫かな、撮影での思い出。はい、じゃあ写真集、字がちっちゃいごめんなさい、字がちっちゃかったです、すごく写真集、写真集撮影中、写真集撮影中、写真集撮影中の思い出のお話をが聞きたいです。思い出あ、違う漢字が、今日は字が書けない日です。思い出のお話が、聞きたいです。ゆっくり発音を見ゆ、みゆ、聞きたいです。キュッキュ、はい、鈴木あやねさんへ写真集撮影中の思い出の話が聞きたいです。ザ・ビュー。さあ、ということで、前回の配信メンバーからの、宿題をやりていきたいと思います。昨日は松尾さんがやられたそうですね。じゃん、写真集撮影中の思い出話が聞きたいです。ありがとうございます、ありがとうございます。そうですね、写真集撮影中のお話ですか。そうだな、いろいろあるんですけれど、どれにしようかな。あ、やっぱりこう海が好きになったことが一番こう印象深くて、
そうなんですよ。私はもともとこう、あ、海派山派っていう質問があるじゃないですか。私よくこう山派って答えていたんですけれど、なんか今回この撮影を機に海派にちょっとこう傾いたというか、今海派山派って聞かれたらもしかしたら海派って答えてしまうんじゃないかって思ってしまうぐらいに、あの海が好きになりましたね。メンバーの写真集を見ていても、例えば砂浜で撮るとか、あのプールサイドに足をつけてとか、海にこう使ってはいるけどみたいな、そういうカットってすごくあったと思うんですけれど、今回私はその泳ぎました。本気で泳ぎましたそう、実はね、水泳を習っていたりしたんですよ、小さい頃。そんなにこう泳げる速さが速いとか泳げるっていうわけじゃないんですけれど、泳ぐことはできるので、そうです、本気で泳ぎました。良かったですね、気持ちよかったです。海、それもこう多分遠浅なのかな、遠浅の、海なので浅くて、すぐに足がつくので安心して泳ぐことができました。青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 うーんやるしかねえ。